こんにちは。こんにちは。本日はですね、オリンピックもう30日を切った開催に関してですね、能先生の意見を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ですね、電話哲学カフェでもオリンピックを開催するのかしないのかというですね、はい、その討論を、はいはい、実施していろんな意見がありましたけれども、はいはい、最悪のオリンピック、最高のオリンピックね。そうです、はいはい、やってましたね。最悪になるのか、はいはい、最高のオリンピックにするのかですね、はい。でその中で、まあ、実際に今、うん、あのニュースを見ていてもですね、オリンピックに関してはまだまだ今の時点でもやはりまだあのもう開催するなという意見も出てますし、はい、まだ8割以上が反対の意見が出ている段階です、はい、でさらに今どんどん変異株の話とか不安な要素もですね、うん、上がっている中で、うん、じゃあ実際この、まあ、オリンピックに関して先生の何か意見をいただけたらなと思うんですけれども、まあね、本当にこのレアティスカフェで話をしましたけど、そのことをぜひ、ね、参考してほしいけど、今日はまあシンプルバージョンで、とにかくねオリンピック自体を本当にもうやるようになっている状態だから、ね、一番大成功のオリンピック、大失敗のオリンピックね、そのことを徹底的にイメージした時に、とにかく貿易が成功できるか、そのことが一番ね心配しているポイントですよね。だからもう今の状態ではね、国民一人一人が本当にこのオリンピックをやるしかない、4月オリンピックですね、このようにアルコールですね、みんなだからマスクをやるのが当たり前になりましたね。マスクはマスクするのは当たり前ね。それだけじゃなくてもう一つやるがいい、日本はオリンピックやるから。これが携帯のアルコールですね。手が触るところはもうとにかくね掃除しちゃって、自分のでもねその形でねやるのが生活習慣化して、ウイルスとウイルスがねテレパシーね、コミュニケーションができないようにさせちゃうこと、手が触るところがウイルスが住むところです。だから自分の手と手が触るところをもう常にこのアルコールね、携帯のアルコール持って、それでもう全そうです。本当にこの形でもう日本の国民一人一人がとにかくねアルコールとマスクですね、世界はもうマスクは当たり前になってるけど、携帯のアルコールを当たり前にさせて、手が触るところはもうどこでも消毒して、自分の手も消毒する、あれをね習慣化しちゃうことですね。そのことでかなり生活貿易がね習慣化できた時に、今のコロナのウイルスじゃないコロナが来た時にもかなり強い、ね、生活習慣化になるから、もう本当にね携帯アルコール持って、これで国民一人一人がオリンピックやる、これで東京オリンピックでねウイルス貿易に成功したら、日本は全世界に尊敬されるモデルになります、間違いなく。こんなパンデミックの中でオリンピックやる自体がありえないことですね、実は。だけどやる前はなんかバカになっちゃう、やればめっちゃ危ない、この状態で日本が本当にどんな、ね、結果を出すのか。だから日本の皆さん本当にねこのアルコール、携帯アルコールね使ってどんどん消毒して、一人一人が手が触るところがウイルスが住む場所です、うん、そのことを分かってもどん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 ウイルスを制圧しちゃって、自分の手をね消毒してしまうこと、もうこれでウイルスを制圧ができる、全然レベルが違います。パンデミック以降本当の実情をどっちがね主導権を取っていくのか、中で日本全体が心一つになって生活貿易でオリンピックが成功できたって言えば、日本天才の着火ってスイッチが入っちゃう、明治維新より30倍50倍やればできるって、あれが入っちゃったら次のチャレンジができちゃうんですね。はい、私は次のチャレンジはね間違いなく能の時代から心時代を引っ張っていく石からの戦いですね。これから人類1000年あるいは長いは3000年間の支配する基本秩序を日本がリードすることができる絶好のチャンスでもあるんですね。このオリンピックを通して皆さんみんな携帯のアルコールを持って一緒にオリンピックやるの、あいつが金メダルだったら私も金メダルだって、今日1日自分の手が触ったところ全部消毒したぞくらいですれば金メダルですよ。国民の皆さん一人一人がみんなこの携帯のアルコール持って金メダル取りましょう。
ありがとうございました。ありがとうございました。